ます奇数番号の各場を収まって偶数番号を各場12番ゴールドアローン少しゲートの後ろで躊躇促されて今収まりました6番森のセピアそれから2番の資ダイキと収まります8番ペイシャエール今ゲートの中10番グシチャンの星14番アストラカスムーズです最後15番のバルミーパール 一番外15番ゲートゆっくり徒歩を進めます今収まってこれで全場ゲートの中係員離れますスタートしました ちょっととバラッとしたスタートです。打ち手好スタートは三番のライブ・アメデオまずは先頭、そこに四番のトウアイギスが二番手、三番手1馬身十一番の雪の降る町、さらに外には十三番のアシャカ・デュメが四番手、内から並んでいく六番の森のセピア、1馬身内から九番ゴールデン・レイが上がって、そこには十番グシちゃんの星、中段の外目、それから1馬身内から接近一番ヒーリング・ピピ、さらに十四番アストラカ、中段外目、その直後に五番のアール、それを内からかわす二番の姿勢ダキ、3番。 外からは15番のバルミー・パールが並んでいってあとは4馬身12番のゴールド・アローン各は3コーナーのカーブ3馬身7番スキップライトそして8番ペイシャエールわずかに遅れて最高方です34コーナー中間を通過さあ逃げる3番のライ,ムライブ・アメデオ外からトーア・アイスさらには 11番、雪の降る町が接近して4コーナーのカーブゴールデンレイ、最内は6番、森のセピア4コーナーから直線へバグンのストア13番、アシャカ・デュメそれを追って大外10番、グシちゃんの星残り400を通過してさあ先頭は3番、ライブ・アメデオ並んでいった4番のトウはアイギス2頭の外から13番アシャカ・デュメが接近するこの3頭の争いその後雪の降る町はよちょっと下がったさらに外から追ってくるのが15番のバルミーパールさあ先頭は 4番のトウアー・アイギスが立ったそして13番のアシャカ・デュメが迫ってくる3番ライブ・アメデオ3番手先頭4番トウアー・アイギスゴールイン2番手が13番アシャカデュ・デメやや離れて3番手3番ライブ・アメデオ4番のトウアー・アイギスが見事ンバ勝ち2番手13番アシャカデュ・デメそして3番のライブ・アメデオ3番手です折った15番バルミーパール最後4番手 東京競馬第4競走2歳新馬戦、制したのは4番の東亜アイギス。